現場となった秋葉原の歩行者天国の継続中止をめぐって千代田区は今日当面中止すべきとの意見がまとまったことを発表しました。大方の皆さんが当面中止するべきだというご意見を頂戴いたしましたので、区長といたしましてはそうしたことを地元警察を通じて警視庁の公安委員会に本日1時に届けさせていただきました。これは今日午後会見した千代田区の石川区長が発表したものです。区では事件発生から一夜明けた9日以降、地元商店街や町会と緊急会議を開くなど、秋葉原の歩行者天国の是非をめぐって意見を集約してきました。その結果、今回の事件と歩行者天国の因果関係を明らかにすることは難しいとしながらも、事件を重く受け止め、歩行者天国の在り方や町の安全確保について検討すべく、当面休止するべきとの地元意見をまとめました。今回まとまった意見は区の職員から今日午後万世橋警察署を通して東京都公安委員会に提出されました。歩行者天国の継続中止の結論は明日にも公安委員会が下す予定ですが、中止が決定されれば1973年以来35年間続いた歩行者天国はしばらく行われないことになります。